今大阪でその頭角を現し、着実にその実力を示すエターナル。彼らは2023年 E プロジェクトとして躍進し、レゴリスグループとしても新たな挑戦を敢行した。そして今回、そんなレゴリスグループで行われた新たな一大イベント、キング・オブ・キングスに密着する。まあ、いつもねやってくれてるんで、あんまり感謝します。まあレゴリス本店やのにダメられんように、レゴリス本店、まあちょっと背中見していきたいんで、これからされます。ありがとうございます。いやでも、ラストオーダーでは高額オーダーが続き、クライマックスへと向かい盛り上がりを増していく。すいません、しゃべれる状況ではないです。本当に今日ありがとうございます。この12月、1年のね、締めくくりとして、初めてのこのイベントの、まあ、僕らも多分全員、参列者と、全員のね、ヘルプ側も、もうみんなが結構緊張の1日やったと思うんですけど、まあ、僕の中でのこの最後を飾っていただいてありがとうございます。もうこれ以上はほんまに言葉がないんで。ただ今日ほんまにありがとうございます。閉じさせていただきまーす。エターナル、勇気マーク。この日、2度目のコールで店内を沸かせる。先ほどの辺からお願いしまして、西田さんありがとうございます。本当にありがとうだけ言いたいと思います。ありがとうございます。で、心残りな部分がたくさんあるので、来年一緒に取り返していきましょう。お願いします。このイベントを出していただいて、まずこのイベントを実現させていただいた役員運営の方々ありがとうございます。売れっ子さんすごいたくさん刺激受けさせていただいて、こんなにすごいプレイヤーの人がたくさんいるのになんでもっと上に行けないんだろうってすごい感じることがあって、まだまだ上に行けると思います。レゴリスグループ、こんなん僕が言うて申し訳ないんですけど、でこれ協力者もっといけると思うんで、ほんまに行きたいです。でエターナルとしては、まあ去年年間取れて、今 V2 がかかってる状態で、現状は1位で走れてるんですけど、まあこのイベント通してすごい悔しい思いしたんで、きっちり年間は取り切っていい来年迎えたいと思います。本当にありがとうございます。残り時間行きましょう。優勝そして、この日の締めくくりとなるコールを響かせたのは
エターナル天塚涼介。はい、本日ね、まずご来店いただいた、ご来店いただいたね、各店の精鋭のお姫たち、いろんなお姫が来てくれて、こういう素敵なイベントがね、できたと思ってるんで、まずね、すべてのお姫に感謝です。並びにね、このイベントを、開催してくれた、役員の方々、本当にありがとうございます。ね、そしてね、僕はね、個人的に誰も言いたかったんですけど、やっぱり、慎太郎くんすごかったなと、思いました、自分的には。一発目ね、僕はまだ姫と同伴で店に向かってる途中にグループライン誰見て、おっとちょっと待ってってなったんですけど、まあね、一目見返したろ思ってるんで、首洗って待っとけよ、一緒におーいよいしょーはいだよせいせいせいよいしょー。そうですね、凌介総支配人にはずっとね、やっぱり走ってもらってたんで、数字面の今回のイベント、僕頑張りたいなって個人でも思ってたんですけど、やっぱり姫と総支配人強かったなって思って、自分もすごい悔しく思います。なので、まあ自分も、まあ、まだ今年も残ってるんで、ね、しっかりやっていくのと来年以降もやっていきます。で、エターナルとしても一緒に撮りたいなと思うので、はい、ありがとうございました。以上すべてのオーダーが終わり、熱気冷めやらぬまま、その結果が発表されます。レゴレス支配人、いかがみ周平、いかがみ周平です、おめでとうございます。生放はエターナル代表取締役、勇気もです、おめでとうございます。ナンバー3に輝いたのは1000人のエターナル取締役、マスカヨッカ。3位、ありがとうございます。まあ第1ラウンド手を挙げます。第2ラウンド結果、第3ラウンドまで待ってると思うんで、後半巻き返していきます。まずは、ベンピンありがとうございます。ありがとうございます。でね、自分のちゃんと以外の男の子のマイクなんて聞いてないと思いますんで、ただ一つだけ、本日いらしていただいた女の子の方々、お客様方、僕たち、レゴレスグループ皆様に感謝は、しています。本当に皆様に本当に感謝の気持ちがあることは、分かっていただけたらありがたいです。僕たちの見えない部分で頑張っていただいた女の子の努力とか全てがぶつかった一日になったと思います。もう全従業員、全男がこの場にいる今、皆様にありがとうございますという気持ちがあることだけ分かっていただけたらありがたいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日に輝いたのは2700番プレイヤー、ボーイの先輩、シンサー。おめでとう、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 まあ、今日このイベントをまず盛り上げてくれたべっぴん、みんなほんまにありがとう、ほんまにありがとうございます。一個今回ちょっと悔しいことがあって、でもこういうめちゃくちゃすごいいいイベント、やっぱね、まず1回目は直営店でやりたかったですね。これが直営店じゃなかったか、僕は悔しいです。今日この日まで僕はちょっと頑張り足りひんかったなと、はい、俺が頑張っとったら多分防具でできてたと思うんで、今ここにおる防具のメンバーで、来年は防具でこのイベントを開催したいと思うんで、頑張っていきましょう。初の試みとなった一大イベント、エターナルとしては悔しい結果となったが、レゴリスグループの躍進を期待させる大きな盛り上がりを見せた。エターナルE プロジェクトの今後から目が離せない。